先日、水星の魔女第6話が放送されましたが、意味深な描写が多数登場したことから、今後のストーリーに対して見方が一気に変わる展開となりました。しかし、第6話を見ただけではプロスペラの目的やエリクト、スレッタ、そしてエアリアルの秘密はまだぼかされているところが多く存在するため、第6話の後は総集編を挟んでから第7話シャルウィガンダムへ進むということで、視聴者へじわじわと呪いをかけてきています。そんな中、11月9日にはオープニング曲祝福の CD が発売され、同時に祝福の英語版ザ・ブレッシングも公開。さらに原作小説ゆりかごの星の英語版クレイドルプラネットが公開。そして11月10日にはカードゲーム機動戦士ガンダムアーセナルベースで水星の魔女のストーリーに関わるイベントの最新情報が公開されたのですが、そこにはまさかのとんでもない重要情報が記載されていました。そもそも祝福やゆりかごの星はなぜ英語版が同時発表されないのか疑問でしたが、英語版の内容を読み解くと一部違和感があったので、プロの翻訳家の方にも伺ったところ、通常の訳し方とは違うと思われる点がいくつか存在し、今まで隠されていたエアリアルとエリクト、そしてスレッタに関する重要な情報がありました。ということで、今回は新たに判明した重要情報を見ていきたいと思います。なお、ストーリー全体に関するネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。まず前提として、ゆりかごの星ではエアリアルの視点のもと、スレッタが4歳の頃から水星で成長していく様子が描かれています。自分のことを僕と呼ぶエアリアル君が水星でのスレッタの成長を見届けていき、16歳になったスレッタが地球圏へ向かうところまでが描かれました。そして本編ではアドステラ122年、17歳になったスレッタがアスティカシア高等専門学園に入学し、物語を繰り広げていきます。このことから確定している時系列として、まずスレッタが4歳の時がアドステラ109年となります。その後の彗星での内容を簡単に整理すると、アドステラ110年の時、スレッタは5歳、注射をしています。嫌がるスレッタは注射をすれば病気にならない、そしてお母さんが喜ぶ、彗星の人たちもスレッタは偉いと認めてくれると言われています。次にアドステラ111年、スレッタは6歳、シューティングゲームをしており、この時点で母親を除いて彗星で一番ゲームがうまいと言われています。次にアドステラ114年、スレッタは9歳、彗星の老人に意地悪されるも心配をかけたくないという思いでお母さんには相談しませんでした。またこの時、学校、町、友達、子供が彗星にないと語られています。そしてアドステラ116年、スレッタは11歳、採掘作業現場で事故があり、スレッタがエアリアルに登場して自分に辛く当たっていた老人を救出します。この時点で母親は忙しくなっており、地球圏に行っていることも少なくありませんでした。またこの年が母と誕生日を迎えた最後の時となっています。その後アドステラ120年、スレッタは15歳、母親はより忙しくなり地球圏と彗星を行き来しています。この頃スレッタは学校に興味を持つようになっていました。そして翌年アドステラ121年、スレッタは16歳、彗星に帰ってきた母親は決闘に勝てばミオリネと結婚することが決定したため、エアリアルに対して私の最高傑作さん、スレッタの剣になるのよ、そして見ててねみんな、私たちの娘が敵を取ってくれると発言し、アドステラ122年、スレッタは学校に行くことになりました。この時系列に対し、ベルメリアとプロスペラの会話で21年前の復讐という言葉が出ましたが、21年前なのでアドステラ101年を指すことになります。21年前の事件がプロローグのフォーレクバング事件なのか、それとも別の事件なのかは断定できませんが、21年前の事件が最も大きな転換を迫られた事件なので、フォーレクバング事件とすると、この事件はアドステラ101年ということになり、エリクトとスレッタが同一人物であれば、プロローグのエリクトが4歳なので、アドステラ122年のスレッタは25歳ということになります。ベルメリアがプロローグ時点でエルノラに4歳の娘がいることを知っていて、スレッタとエリクトが同一人物と考えているのであれば、
スレッタの年齢に違和感を持つはずですが、特にそのような描写は出ていません。ただベルメリアらしき人物はプロローグに登場しておらず、さらに第2話でスレッタの尋問官が端末を見ながらスレッタ・マーキュリー17歳と言っていることに加え、第3話ではシャディクが端末に登録されているプロスペラのプロフィールを見ているときに、現地で結婚出産と言っているので、ベルメリアがプロローグ時点でフォールクバングによらずエリクトの存在を知らなかったのであれば、ベルメリアも端末情報でスレッタがプロスペラの娘と知り、特にスレッタに違和感を覚えていないということもあり得ます。ちなみにもしエルノラのガンド手術が21年前なのであれば、この時が仮に20歳だとして本編で41歳、後輩のベルメリアは30代後半くらいになるので、見た目年齢の違和感はあまりなくなりますが、そもそも命を救われているのに復讐の動機になる事件なのかという問題が残り、プロローグのエルノラが特に復讐に燃えている様子はないことから、21年前の出来事がフォールクバング事件と解釈してよいと考えられます。ではエリクトとスレッタは別人なのでしょうか。プロローグではカルド博士がルブリスは人類の希望と話していましたが、ガンダム開発は凍結され、エルノラは仲間や夫を失い彗星へ逃亡することになってしまいました。メタ的に考えれば、プロスペラの復讐の目的がエリクトと共にルブリスを育ててバナディースの理想を実現することだと思っていたのですが、第6話でプロスペラはベルメリアに対し、ベルはバナディースの意思を継いだのねと発言しています。つまりプロスペラはバナディースの意思、すなわちカルド博士がルブリスに期待した人類の希望を達成しようと考えていないことがわかります。さらにあのガンダムのパイロット何人目なのかしらと発言しました。これはガンダムを調整するためには多くの犠牲が必要だと知っている人間でなければ出てこない言葉です。裏を返せばプロスペラはエアリアルを開発するために多くの人間を犠牲にしているということになります。またこのことからエリクトが死んでいてもおかしくないということになってしまいます。さらに第6話ではエアリアルのデータストームを受けたエランがエアリアルに潜む子供のような何かと複数と思われる子供の声を聞きました。この描写からもエアリアルには一人か複数か子供が潜んでいる可能性も出てきました。では一体彗星で何があったのでしょうか。そしてエリクトはどうなったのでしょうか。これを解き明かす意味深な内容がアーセナルベースの情報、ゆりかごの星、そして楽曲の祝福で明かされました。まずゲームアーセナルベースの最新情報では、彗星の魔女のストーリー追体験イベントのクリア報酬としてこちらの画像が公開されました。映るはガンダムルブリス、そして作戦カード命と引き換えの力。達成条件はガンダムエアリアルを編成してストーリーイベントをプレイするというものですが、そもそもプロローグにおけるルブリスは量産型ルブリスと違って体に悪影響を及ぼす演出はありませんでした。さらにエアリアルはデータストームが浮かび上がりすらしません。しかし命を引き換えにする力を持つということは、プロローグの後エリクトの命を引き換えにする何かが起きたと考えることができます。おそらくエリクトの顔に現れていた青い模様の秘密が関係しているのではないでしょうか。次にゆりかごの星の内容を見てみます。スレッタが6歳の時、今の彗星にはスレッタ以外に子供がいないとされています。英語版でも同じように表記されているのですが、英語版では at present there are no other children at mercury とされています。わざわざ at present と最初に書いて現在はと強調しているのです。このことから過去の彗星に子供がいたものの何らかの理由でいなくなったと解釈することができます。アニメ内では過去の彗星には学校があったことが明かされており、単に彗星の環境が過酷なので子供がいなくなったとか、月でパーメット採掘できるようになったので彗星が廃れて子供が来なくなったと解釈することもできますが、わざわざ昔は子供がいたことを強調するあたり、最悪の場合プロスペラが彗星の子供全員を犠牲にしてガンダム開発を行ったということもありえるのかもしれません。特に第6話でエアリアルはパーメットに反応しないデータストームを発していますが、実験段階では人体に悪影響を与えるデータストームを発していて、
子供全員犠牲にしたとか、恐ろしい可能性にもつながってしまうのではないでしょうか。次に、ゆりかごの星で怪しげな箇所を見ていきます。まず、お母さんが娘とたった2人でこの彗星に逃げてきたとあるのですが、英語版ではマム came to this planet with her daughter となっています。もし娘がスレッタであれば、小説内のこの前後の文章から合わせるとドーターという単語をつけなくても通じるのですが、あえて娘とつけているところから、スレッタと娘が同一人物ではないと強調していると捉えることができます。このようにゆりかごの星英語版を読み解くと、あえて娘とスレッタが別人であることを強調するかのような表現になっていました。またエアリアルは日本語版だと自分のことを僕と呼びますが、英語版では愛とされていて性別がわかる箇所はありませんでした。ちなみにアニメ内ではルブリスもエアリアルもシーやハーで表現されていましたが、海外で兵器は女性名詞で表すことから、英語版ゆりかごの星からはエアリアルの性別が判断できず、エアリアルの性別が男性でも女性でも違和感がないようになっています。そうすると日本語版でエアリアルが僕となっているのは、読者が中身の性別を判断できないようにするただのカモフラージュという可能性も出てきます。次に祝福を見ていきます。音楽を日本語から英語にする場合、日本語のリズムに合わせて歌詞をつけるので英語の歌詞の方が長くなるのがよく起こることですが、それにしても違和感を感じる箇所があります。まず、ずっと昔の記憶、連れられてきたこの星で君はという歌詞があります。この英語版を見ると、 You hold old memories asleep in you, you then are taken afar so young to this star となっているのですが、これを直訳すると、君は君の中で眠っている古い記憶を持っている、君は遠くに連れてこられた、とても若くしてこの星にとなります。つまり日本語版と比べると、君の中で眠っている若くしてというニュアンスが追加されているのです。この内容からスレッタの正体がエリクトなのかは分かりませんが、少なくともスレッタには本人も覚えていない古い記憶があるということが分かります。次に、僕たちは操り人形じゃないという歌詞がありますが、英語版では We never were some puppets to start with とされています。これをストレートに解釈すると、私たちは人形として作られたわけじゃないとなります。エアリアルはゆりかごの星で、プロスペラは自分の開発者だから逆らうことはできないと語っているので、人形として作られたことがわかりますが、この英文を読み解くと、スレッタも本来は人形として作られた存在だけど、それは違うということになってしまうのです。次に、祝福の歌詞の冒頭には、連れられたこの星で君はという文章があるので、彗星を舞台にしていると解釈できるのですが、歌詞の最後の方にはこの星に生まれたことという文章があり、もしスレッタがエリクトなのであれば、彗星生まれではないので繋がらないのではないかという考察が各所で出ていました。この部分について、英語版では And on this planet You are made to be born と訳されているのですが、この表現には非常に違和感があり、この表現だと生まれるべきだった、生まれる運命だったというニュアンスが含まれることになります。エリクトは彗星に生まれる運命だった人物ではないので、ますますスレッタとエリクトが同一人物とは考えにくくなってしまうのです。ということで、以上、新たに公式から明かされた内容からわかる情報まとめでした。このように新たに公開された情報の中には、非常に意味深な内容が含まれており、第6話までの展開を踏まえると、エリクトとスレッタが別人としか思えない裏付けが増え続けています。ちなみに11月12日に MBS で行われたトークショーでは、スレッタ役の一ノ瀬さん曰く、6話以降は考察班でも予想しきった人はいないんじゃないかと話をされておられたようなので、恐ろしい展開を見せるのは間違いないと思われます。それを踏まえて、エリクトに何が起きたのか、スレッタは一体何者なのかを考えると、怖い展開しか想像できないのですが、それを原稿に書き出していたら量が膨大になってしまったので、それはまた後日とさせていただきたいと思います。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。